あのネットを見てるとねよくあの韓国の方はこうだとか在日の方はこうだとおっしゃる方は言うんですけどうーん認知科学の立場から言うとねあの区別つくのかなと思うんですよ。よくおっしゃる方いますよね。でも例えばじゃあ在日2世3世の方の写真とじゃ典型的な日本人と言われている方々の写真を持ってきて。 強制選択法っていうのがあるんですけど、まあ、写真2つ並べてえどっちがじゃあ在日韓国人の方でどっちが日本人の方ですかっつって選んでくださいっつってやってみたらいいと思うんですけどねあんまりでも認知科学的にやってもしょうがない感じするんですけどいやわからなくないですかでじゃあじゃあ,あの韓国の方はこうだっていう方いらっしゃるじゃあ、えー、とキムチが好きなのは韓国の人だってまあでもキムチが好きな日本人の方もいらっしゃるしね。あとなんかじゃあ 映像を見ててねあ、この人韓国だなって思っ思た。じゃあ,あソウルあこれソウルの映像だってあこれじゃあこの人絶対韓国の人でしょって思ったらよ,よく見たらねあのソウルを観光で訪れた日本人だったりとか <laughs> そういうことってあるじゃないあそもそもだから、えー、と在日韓国人の方って言ってじゃあ2世3世で日本で生まれて日本の小学校行ってね。で、 その人がじゃあ在日でなんとかだっておっしゃるかと言うんだけどいやでも日日本本の教育っってて語喋ってるしなみたいな <laughs> でもじゃもご両親がだから韓国の方だからそういう影響を受けてるんだろうまあ確かにちょっと昔話でねあのお母さんはこうだったんだよとかおじいちゃんはこうだったんだよっていう人いるかもしれないけどまあだけどそれってでもどの家庭でもそうだしね <laughs> 一番僕分かんないのはあの日本が気に食わないんだったら。 えと国に帰れっていやいやでも日本で生まれてるからね <laughs> それであのじゃあなん,なんていうのえっ、ー、とどそれどこでも誰でもそうじゃないですかでも親はじゃあ韓国からいらしたんだからあるいはおじいちゃんが韓国からいらしたんだから、えー、戻れって言ってもいやでもと思うとね例えばじゃあ今あの,あの例えば神奈川県住んでるけど、えー、おじいちゃんの代にね 青森かからら来たからじゃあ神奈川県行きに行わないわだからね何言ってるかよく分かんないんですよあのそのね在日の方はこうだとか韓国の方はこうだっていうようなことっておそらくね認知科学的に突き詰めると何言ってるかよく分かんないっていうまあだからそういうのステレオタイプとか偏見っていうんでしょうけどねだからあの科学的によく定義されてないことってのはよく分かんないなって僕は思うんですけどね。 はい、絶対分かんないと思うよ <laughs> この人は在日観光人の方ですかとかこの人は日本人の方ですかって強制選択法でやったら絶対分かんないと思うけどねでも分かるんだよってことを言わないと困るんだろうねそういう議論はね不思議な感じしますけどね。